皆さんこんにちは。今日で8回目になります。今日はカンボジア語、クメール語について説明したいと思います。はじめに手品をします。4枚のトランプがあります。1枚抜きます。4枚ですね。はい、こんな手品です。これは小学生でもできます。そんな感じでですね、言葉もですね、ちょっと思い込みでですね、難しいと思ってると本当に難しく感じるんですけど、簡単だと思えば簡単に思います。これはカンボジア語、クメール語を書いてますね。ピアサ、クマエですね。ピアサは言語ですね。クマエはクメルですね。クメルの言葉ですね。で、実際は有機音だからピアサ、クマエと発音するんですけど、このこれがアなんですよ。ところがこちらの文字ですね、こちらの文字にこれがつくとピアってなんですよ。ピア、これ有機音でピアで、これはこれついて、これがでそのままサになるんですよ。え、なんでこっち側じゃなくてこっち側なのという感じになるんですけど、それはこちらがですね A グループで、こちらが O グループだからです。それがもうクメル語、カンボジア語の学習で一番のポイントなんですね。つまり A グループにこれがついたらあと発音するのに、 O グループにつくとイヤと発音するわけです。で、クマエで説明しますと、これは A グループなんですね。で、コにモがくっついて、モの客がこのこんな感じ格好してるんですね。で、これで会えと言います。くまえ、くまえというふうに発音をします。で、カンボジア語はですね、声調がですね、ないんですね。声調がない。客があります。そして母音はですね、単母音を言えば、あいうえお、で、あいまえば、う、それに、いの口をして、う、大きな口をして、え、大きな口をして、お、それに、ちょっとこう、緊張がない感じですね。思考母音とか、歯間母音とかいう、え、お、う、え、お、というのがあります。この区別は日本人には難しいですね。で、実際の文字をここに出してますけども、あ、すいません。33文字あるんですね。で、どういう配列になっているかというと、やはりこう、家業、茶業、他業が2つありますけど、パ業ですね、そしてイル、ルブがあります、そして S、H などもありますね。で、これはビヨンですね。で、これは有機音、有機音じゃなくて、無機音。有機音ですね。無機音、有機音なんですよ。そしてこの括弧で囲まれたのが A 群です。
A グループですね。で残りは O グループになります。で A グループと O グループに2つに分かれてるんですね。で例えばですね、これは日本語のあいうえおですね、カンボジア語で書いたものです。で例えば何ねのを書く場合は、これは A グループだからこれがあればもうなの発音になるんですね。2の場合は O グループにこの印がつけばですね、2になるんですね。これもうで、これが N だからぬというんですね。で、ねの時は A グループもにこれが入ればねと言って、のの時はこれをつければ、A グループにこれをつければのとなるんです。ところが、このろの場合は、A グループにろがないんですよね。こんな N みたいにないんです。その時は、これを A グループにするためにちょんちょんをつけるんですよ。ちょんちょんをつけて、こうすれば、らになるんですね、これが。もしもこれがなかったら、リアルですね。リアっていうんですよ。で、そのちょんちょんが、ここも A グループにするためにちょんちょんをつけて、これをつけるんですけども、ちょんちょんとこれがダブることができないんで、これにこのちょんちょんがこっちにこの形になったんですね。でロの場合はもうちょんちょんをつけて A グループにしてるから、これをこういうふうに書けばいいわけですね。でこの肝心な表ですけども、これは脚ですね。脚33文字すべてあるんですけど、これがこの L がないので、この O 群のこれを借りてきてこれを使います。それと、有声音がですね、ここのドとボ、ここに3箇所にあるんですね。で、タイ語もドとボの有声音がありましたね。で、カンボジア語もドとボの有声音があります。で実際の発音がここにちょっと書いてますけども、なかなか難しいんですよね。これは、無気音ですね。だからこ、こっちはこ、こっちは有気音ですからね。こで、こちらはちょっと力が抜けた感じの、こっちは緊張した感じ、こっちは力が抜けた感じの、こっちがこだった、こっちはこ、こっちがこだった、こっちはこうという感じで発音をします。これはビヨンですね。ビヨン、ゴ、ニョですね。これはのもですね。イールルブですね。そしてこれはシンジのアですよ。こう専門偏差音みたいな感じで発音をしないといけませんね。で、その私の覚え方なんですけども、実際にですね、この O グループを A グループにするとき、ちょんちょんをつけるんですけども、その文字がこれだけあるんですね。
1,2,3,4,5,6,7 で、これにちょんちょんがつくと O グループが A グループになりますけども、これだけ例外で A グループの中でボの発音がポになるんですね。で、この覚え方ですけど、私なりにガニョムイユルイユルブブと覚えてます。で、今度こちらはですね、波形のそりをつけるとですね、 A グループが O グループになります。で、それは4つですね。で、この覚え方をシャープというふうに私は自分なりにしてを覚えてます。で、最後に実際の言葉をですね、説明しますね。チムリャプソー、こんにちは。スースダイ、スースダイと、まあ、親しい人たちには言ってますね。これ実際はスースデイって書いてますけど、実際聞いてみるとスースダイって言ってるみたいですね。チムリャプ、チムリアップリアというのはさようならですね。これ丁寧な言葉ですね。チムリアップソー、チュムリアップソー、こんにちは。目上の人にも言います。チュムリアップリア、さようなら。ソックサッバイ、これは元気ですか？こう上げれば、最後上げれば、ソックサッバイ、元気。ソックサッバイ、元気です。というふうに返します。オークン、これはありがとうですね。モークピーナー、モークはですね、タイ語のマーですね、クルですね。ピーはどこころから、ヤーコですね、タイ語のね。ナイはタイ語のナイがナーになってです。モークピーナー、どこから来ましたか、どこから来られましたか。タウナー、どこに行きますか。ナーはどこでしょ、でタワー行くだからね、どこに行きますか。クニョム、これは私ですね、英語の愛ですね。クニョムモクピプロテチョポン、これ私は日本から、ピはからですね、プロテプラテートタイというタイ語と同じですね。最初に国が来て、そして日本が来るわけですね。日本の国ですね。だから日本の国から来ました。クニョムモクピプロテチョポン、クニョムチョモ、クニョムチョモ、でここに名前を入れれば、私は何と言いますということに、名前言うことになりますね。クニャムチョモマサヒデ、マサヒデと言います。名字を言わなくて名前言うことが多いんですね。ニャク、クモ、アベイ、これは何、ニャク、ユーですね、英語のユーね。あなたの名前は何ですかという言い方ですね。最後にですね、数字がですね、すごく面白いんですね。数字がですね、ムオイピーベイブオンプラム、これで1,2,3,4,5ですね。6を言うときはですね、プラムムオイプラムピー、プラムベイ、プラムボンと言うんですね。で、ドップですね。あと20は、ペイ、サムサップ、サイサップ、ハサップ、ホクサップ、チェットサップ、
パヘッドサップ、カウサップ、これムオイロイと言いますね。ロイはタイ語も一緒ですね。タイ語はヌーンソンサムシハホクチェットペッドカオシップと言いますね。で、これ同じなんですよ。サムハホクチェットカオ、ロイもタイ語と同じですね。今日はここまでにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。